んばんは、みなさん。よっこいほい。下北 FM 見てくれてありがとうございました。タブレットでね、ショールームのコメント欄見てました。私が下を向いてた時は台本のチェックしてる時か、ショールームのコメント欄を見てました。ありがとう、たくさんコメント嬉しかったです。いつも配信に来てくれるパセリ推しの方がたくさんコメントをしてくださってて嬉しかったです。ありがとうございました。大変心強かったです。ありがとう、見てくれて。ちゃんとこの服の宣伝もしました。お知らせもしました。イエーイ、おつおつです。コメント嬉しかったよ、たくさんありがとう。フラペチーノさんハート、しゅんさんお疲れ、フラペチーノさんだるま、おみかんさんお疲れ、じんだいさんお疲れ、かずのしんさんお疲れ、じんだいさんかわいい、ひろつさんお疲れ、ふくちゃんお疲れ、かずのしんさん愛にこ、クックさんお疲れ、かわどりさんお疲れ、あっちゃさんかわいい、ありがとうございます。こんばんは、みんな。今日萌え台詞をやりましたというより、やらされました、うん、やらされた、合ってる言い方やらせていただきましたとかじゃなくて、やらされました。まさかのあのゲストコーナーの無茶ぶり萌え台詞コーナーがなぜか私にも回ってきて、やらされました。絶対にもうやらないんだからね、絶対にやらないんだからね。こんばんは。もう絶対に一生やらん、もうやだやだ。萌え台詞はね、萌え台詞をすべきキャラクターのひなさんとかがすべきですね。私はもうちょっと大丈夫。こんばんは。そしてですね、アットジャム、アットジャム、私出演いたします。イエーイ。アットジャムエキスポは8月27日ですね。8月27日の、ちょっと待ってよ、今ねメールで送ったんよ情報、今届きました。日曜日に横浜アリーナであります。横アリで、今自分が送ったメールがちょうど来たから、それ見ながら喋ってます。横アリストロベリーステージ STU の出演は19時15分から19時40分までですよ、皆さん。アットジャム、去年は瀬戸内 PR 舞台の7人で出たんですけど、今年は STU の16人で出るんですね。で、16人のメンバーが千穂さん、みなみさん、みちゅさん、ひなさん、おきさん、ココアさん、アンピー、あいこ、さやん、マイキューさん、さやかりん、あかりんさん、ありちゃんさん、さらちゃん、さらちゃん噛んじゃった、さらちゃん、ももちゃん、パセです、の16人で、さやかりんがいるのがちょっと新鮮というかね、嬉しい。さやかりんぴゃたんなので、このメンバーでお届けいたしますので、よかったら予定が空いてる方、19時15分から19時40分なので、日曜日の夜空いてるよって方はぜひ。そう、さっかり言いました。ゆみりんさんがいないかなね。そう、タイムスケジュール見たら、ノイミーさんが2個前のステージぐらいだったんですよ。で、去年もね、私出演してもらって、去年はね、白戸芽衣ちゃんっていう、もう今はアイドル卒業しちゃったんですけど、白戸芽衣ちゃんがね、あのもともと STU のファンで、アイドルになる前から STU のファンだったらしくて、でパセのことも知ってくれて、で、そう、芽衣ちゃんとお写真撮りました。でももう卒業しちゃったから、もう今年は会えないんだけども、写真探すわ、ちょっと待ってね。
月もう卒業されたの。そう、ツイッター過去 X フォローしてるんですけどもね。ちょっと待って、写真探してるよ。あった、シアトメイちゃん、じゃーん、メイちゃん。あと去年アイチーとね、写真撮れたのもこのアットジャムだったんですよ。汗だくのパセリとアイチーです。アイチーとね去年会えた。え、ネイルめちゃめちゃ可愛いです、このフェスで。だからね、あ、そう、去年高猫さんとも写真撮っていただいて、高猫さん、なんか松本桃奈さん私すごい好きでさ、あのフォローしてるんですけど、アカウント、松本桃奈さんがペダルと春夏秋冬がすごく好きらしいです、 STU の。でね、この前チャートリと高猫さん対バンやってて、対バンではね夢力歌っとったよ。夢力歌ったのに、その対バンでは披露してないペダルと春夏秋冬がすごく好きという話をしてくれたらしくて、ショールームで。嬉しいよね。この前ね、山中湖でもね、高猫さんとお写真撮っていただいて、山中湖の時ちょっと写真探し中。これ7月の16日先月撮ってもらったんですけど、 STU と一緒に。見てくださいよこの並びを。気づかなくて私で、帰ってきてこの写真が送られてきて、マネージャーさんからみんなに、この写真見て、ってなった。ここびっくり、嬉しい。福ちゃんいいな、ありがとう。そうだからやっぱね、フェスとかでアイドルさんといろいろお写真撮ったりするとなんか意外なさ反応があったりする。いつもポセンとかに来てくださっているファンの方が実はそこのグループのことが好きっていう事実が発覚したりとかあるからね、楽しいよね、そういう発見もあります。こんばんは、やっほー、パチャです、パです、パコです、どうも。今日はね10時には配信終わって、今日こそ早寝を頑張るぞの気持ちです。今日こそ頑張ります。昨日は、昨日というか今日は7時に寝ました、朝のね。だから今日こそ、今日こそは10時に始まってお風呂入って12時には寝れたらいいですねって感じです。頑張る、早寝大事だね。すやすや、そうツインプラネットだね。そうだよ、そう、千穂さんと同じ事務所だ。お腹すいた、またセリカ呼び？そうなんですよ。なんか昨日の公演終わった後に、なんかやっぱパちゃんってパちゃんとかパセって言うけど名前セリカなのになんでパちゃんなのって言われて、ソロカさんにやっぱりセリカにするって言われて、また今日からメールがねセリカ表記になったんですよ。見せられてメールで送ったよって言われてセリカって書いてました。浦部さんアイスありがとう。あんなにパちゃんパちゃんだった。パセリの話してるの？嘘、気になる。なんかプレゼント紹介をしてくれるって言ってました。そういえば何話してますか？気になる。じゃあ私パちゃんにする。パちゃんにして、私パちゃんがいい。みんなパちゃんって呼んで、お願い。間違って自分の配信見ちゃった。
喋ってなかった。なんかあちこち「せっちゃん」「せっちゃん」にするの「パシ」「パちゃん」で「パちゃんパちゃん」「パさん」「パさん」はリコチが呼んでるかも。パさん、パさん呼びかもしれないリコちゃん。パサパサしてそうかも。パサ、三期生パサやだよ。パサちょっと三期生はなんて呼んでもらおうかな。パセリさん、パーコはサヤンがたまにパーコ、パセリ、パーコ、パちゃんですね。最近パセリ呼び多いです、ヤンヤン。だからちょっと寂しい。パちゃん呼びの第一人者サーヤなんですけど、最近はパセリ、原点に帰ってしまった。僕は原点に帰るよ。何してた？朝7時まで起きてたんですか？朝配信です。朝配信をしてました、6時から。それまではソラハさんと公演の感想を、なんか手紙の、手紙読んだやつを文章で私マネージャーさんに送って紙に作ってもらったんですけど、それをあの LINE で送ってって言われて、それを送ってそれを読んで、またありがとうって言われたり、なんかそういうのとか、マネージャーさんからいただいたケーキを食べたりとかしてたら、朝になって朝配信して寝ました。お疲れ様でした。パちゃんって呼んでんの？アクスタのメール来た。お、さっき送ったのに早い。10分ぐらいで来た。早早。こんばんは。わーさん、お疲れ、ごくありがとう。お先さん呼び、距離感、距離感ね。服褒めてくださった大倉さん。でもこれさ、なんかだんだん首元がこうなんかふわふわになってきた。もともとこうだったっけ。なんかでもこれも可愛いけど、お花みたいで。え、二の腕の筋みたいな出た。二の腕、タインズさん、ありがとう、スタンプありがとう、あっちゃさん、ありがとう、かわいい、ありがとう、陣内さん、似合う、ありがとう。これね、いい色。ミキヤくん、バラありがとう、バラ。3期生とね、本当になんかね、この前カラーズのイベントでカラーズに出た先輩メンバーたち、1期生から2期生まで、1期ドラさん、2期は3期生と写真撮ってたんですけど、私本当に合わなすぎてさ、ちゃんと覚えてもらってるか不安になってきた。覚えてくれてるかな、私のこと。存在感出てるかな、ちゃんと先輩としての。3期生さ、私のこと知ってる？ギフトどれ読んだっけ。クアドリさん、似合う。カズノシンさん、めっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう。知ってんのかな。でもほぼ喋ったことないよ、まだ。ほぼほぼないですよ。覚えてくれたら嬉しいけどね。大倉さん、大倉さん相変わらず優しかったですでも本当にさ、リモートだから、リモート出演だとね、
現場の空気感がわからないからちょいと寂しいですね。確かに3期生尾崎って呼んでる可能性あるよね。パセリさんって覚えて名字尾崎って知らないかもしれないね。確かに。マコバヤさんありがとう。響ちゃんはね、そう長崎つながりで喋ったことあるんですけど、そっから全然喋れてない。お話し会が再開すればね会うけど。勝負球はパームボールさん、お疲れありがとう。お疲れ様。3期生とすれ違うこと特にないな。ないですね。合わない。お互いレッスンの時間がばらけてるからかな。いちごちゃんパセリさん呼びだった。私のこと知っとるんや。知ってくれてるのね、ありがとうございます。仕事終わって先に帰るときの掛け声として覚えてね。仕事がそもそもね一緒にならないんだよね。レッスンも別々だし、そもそも合わない。同じ広島に住んでるのかって不安になるぐらい合わない。本当に合わない。住んでますか3期生広島、いますか。合わないですね。パスのアクスタが落ちちゃった。ああ、パスアクスタ。あ、そう、長谷川のあちゃんはお仕事来月一緒になるので会えます。たくさん喋りたい、喋りたいと思います。でもね、長谷川のあちゃんはあのお話し会で一回同じチームだったから、同じペアだったから関わりはある。3期生の中では関わりある方です。南さんと長谷川のあちゃんと3人でお話し会があったから楽しみだな。名古屋ね、まだ来月だけど、ん、今月か、え、来月か、来月でした、9月18日だった。ゆうぴょんありがとう。9月18日月曜日祝日です。楽しみ。なんかしっかり者って聞いたから、しっかり者そう。確かに印象もしっかり者って感じがするね。でもさ、なんかさ、私のさイメージが今どんな感じかわかんないけど、関わりすぎてがっかりされたくないじゃないですか。みたいな、あ、このパセリさんってこういう人なんだみたいな思われたらちょっと悲しいから、ちょっと怖いな。どういう風に私のこと思ってるんだろうね、不思議なんだろうね。バラちゃんレインボースターありがとう。ベタベタしすぎちゃダメ。私ベタベタ人に行けないんですよ。最初はっていうか、心を最初からパーンっていけるタイプじゃない、わーっていけるタイプじゃないから。モンモン、じゃあモンモンって呼んだらいいの。わかった、モンモンって言っとくね。カズマシンさんレインボースターありがとう。アイス呼び、私アイスって呼ばれてるの。そうだよ、ソロハさんに心を開くのも結構時間かかってますからね、ここまで。そうだよ、私のさ普段の感じ見て、あ、パセはすぐ人に心を開くと思うからだけど、最初断ってましたからね。昨日の生誕のお手紙でも読んだけど、10回中8回断ってましたからね。
よアイス、やばい、よアイスちゃん、私バスケ部の後輩、え、バスケ部の後輩はね、バスケ部の後輩はほぼ小学校の時に後輩の方が先にバスケ部だったので、そんな後輩感がなかったし、後輩の方が試合出てたから、私の代のバスケ部が強かったのは後輩1個下の後輩がみんな上手かったからなんですよ。だからだからね、ちょっとそんな後輩感なかったんですよね。セリカ先輩と言ったけど、そんな先輩後輩みたいなじゃなかったので、尾道旅、尾道はね、あの定食おすすめだよ、美味しかったの。いつ行ったっけ、パセ5月の頭かな。え、めっちゃ美味しいの、おすすめ、絶対に行ってほしい。なんてお店だったか、ちょっと待って、調べよるから待って、これだ、つつゆ行ってほしい。そう、つつゆのこの鶏のやつ、3種類ぐらいねランチ選べるんだけど、この鶏のやつが、鶏肉のやつがめっちゃ美味しいからおすすめです。でっかいの、サイズ比較としてはこれが iPhone13、 これがランチ、めっちゃボリューミーだからおすすめでね。ドーナツおすすめ、ここ、これ夕焼けカフェドーナツの、私は蜂蜜のやつが好きです。蜂蜜バター食べてる毎回、おすすめ、これね、これおすすめ。あとはこれも気になった、食べなかったけどこれ気になった、お芋天塩ソフト、美味しそうと思った。あとはね、なんかこのアイス屋さんも美味しそうだった、通りすがりに撮ったんだけど、これも美味しそうだったし食べてないのに撮ったんだよね。あとカフェも行ったよ、カフェ分岐ってとこ行った、これ外観、これ分岐、食べたものはこれ、カフェラテ、これです、カフェラテ飲みました。ぜひ行ってみてケロ。こういうお店はね、ソラハさんとかが調べてくれたり、私が調べたり、最近は、最近の若者はね、 TikTok でカフェを検索するって知って、私もTikTok で検索してるんだけども、あのね、もうおしゃれすぎてさ、いや自分の、あの、なんていうの、自分に合わないと思っちゃうぐらいおしゃれなアカウントばっか出てくるから難しい。そう、 TikTok でねグルメ情報を調べるのが今時らしいです。あとはメンバーが行ったことがある場所とか、そういうので、そうだよ、インスタじゃなくて TikTok だなって、 TikTok とか、あと YouTube とかにもね、まあ広島はあんまないけど、東京とかだと YouTube とかでもグルメ情報得られるんですよ。そうだよね、おしゃれなお店入りづらいよね、わかるよ、私もそう、そうなんだよね。だから最初の頃はカフェに誘われても断ってたんですよ、ソラハさんに私カフェとか行ける身分じゃないんでと思って、そんな身分じゃないんでと思ってね。断ってたんですよね。でも最近はなんか
メールとかさ、ツイートじゃない投稿違うポストのために頑張って行こうと思って行き始めたら結構だいぶマシになってきました。身分上がってないよ身分が上がったわけじゃないよ。そうだよ、勇気出して言ってるよ毎回。え、でもカフェ行ってもさ、なんかカフェってさ、おしゃれな女性とかこうやってなんか一口食べておほほみたいな喋ってるじゃん。最近はこういうことがあってね職場ではとか、最近こういうオタ活してたよみたいな、周りの席の人たちそういう感じでゆっくり喋っとんのに、私とソラハさんはカフェ行ってもバクバクバク食べ終わったら帰るみたいなただ食べに来とる人なんだよね。普通になんかみんなで言う牛丼屋ぐらいのイメージでもう行って写真撮って食べてみたいな、ゆっくりとかしてないです。普通に食べて、あのおしゃれ目当てとかじゃなくて普通に食事として行ってるかもしれない。今日ちょっとカロリー少ないから取っとこうみたいな感じでチーズケーキ食べたりしてます。だからそうだよ、みんなも大丈夫、そんな感じだよ、優雅に過ごさない。そう、それが私のスタイル。吉野家のメール送ってきたメンバーが、いや誰私も行きたい、牛丼食べたいよ、牛丼食べたい。最後に牛丼食べたのは3月とかだ。3月にさ、お台場ダイバーシティで PR 舞台のさ、リリーベがあったんですよ。息をする心の衣装初お披露目がなぜか PR 舞台7人でそのイベントの前の日に東京でお泊まりだったから奥さんとねご飯食べ行きましょうって言ったのに、ホテルに着いた時間がもうお店とか空いてる時間じゃなくて牛丼屋さんしか空いてなくて牛丼屋さん行ってね食べた、美味しかった、幸せを感じました。こんばんは。そう、3月から食べてないや牛丼。ゴンベンさん、ココナッツジュースありがとう。お人食べる牛丼は最高の味だよ。みんなもパセリのアクスタと牛丼屋さんに行ってね。ねえ、ほんとだよ、24時間とかやってるとこほんとありがたい。コンビニとかほんとにありがたい。めちゃくちゃお腹空いてもさ助かるもん。中尾は長崎なかったから広島に来て初めて行ったの。広島でね、STU のオーディション受かって契約のために何回か来たんですよ。契約とか物件探しとかで一人で来たりお母さんと来たりしてて、その時にお母さんと初めて行ったのが中尾だから思い出の味ですよでもさ、頼み方と食べ終わった後のお皿のどうしたらいいかみたいな、なんかどっかにこう持っていくスタイルとさ、置きっぱなしでいいスタイルあるじゃないですか、そういうお店って。それでドキドキした思い出の味なんか、下北の電話取れなかった。でもさ、そう、私も思ったんですよ、電話かけるねって言ってたからかからなかったって言った人そうだろうなと思ったのに、名前が違ったじゃないですか。名前さ違ったんだよね、スタッフさんが言った名前だから、びっくりして。不具合何だったんだ。新一さん、ゲームギフトありがとう、アイスもありがとう。何だった、そう、3回かけたけどかからなかったって言った。申し訳ないよ、
お仕事お疲れ様です。お仕事中にありがとうございましたね。そうかなって私も思ったんですよね。仕事に戻る、頑張って、ファイト。あ、本名をさらされただけ。あら、本名をさらされ、踏んだり蹴ったりじゃん。電話をかけてもらえなかった。ニックネームを書いたけど本名をさらされた。あら、でも今喋れてる、ありがとうございます。そうだよ、来世で幸せになったし。本当だよ、私生まれるから頑張ってほしい。確かにみんなもう本名忘れてると思う、みんなは。そうだよね、また出ると思う。すぐすぐ私出てるから。たくさん出してもらえてるから、またいつかよろしくお願いいたします。ちなみに来週はさやかりんです。さやかりんと前回私が共演した有沢さんが共演するそうです。バンド練習頑張って。バンド練習、またなんか成果があったら聞かせてください。バンド成果もだけど人間関係も聞かせてください。あ、そう、メールね、たくさんありがとうございます。めっちゃ読まれてると思った。ありがとうございました。こんばんは。メールね、読んでもらえてましたね。でもなんかさ、名前あれだったで、コメント欄で違う表記にされてましたね。ちゃんと見てたよ、コメント欄。メール送ってありがとうね。行けるといいよね、スタジオも。下北沢、こんばんは。タンプレ紹介するかなと思ってさ、ソラハさんの配信つけたけどさ、ずっとケーキ食べとるわ。なんか体重がアイドル人生の中で一番良くなったみたいな言ってて、やっぱ生誕祭って緊張するからさ、お弁当とかも食べてる場合じゃないから、もうドキドキしてね。すごいよね。全然紹介してない。誰か始まったら教えてください。私は昨日いっぱい食べたの、ケーキ。夜中に配信終わってケーキね、そう、ホールケーキの生クリームといちごがいっぱい入ってるケーキを食べたんですよ。生誕祭緊張しますよ。だって知ってる顔ばっかりだし、みんなが私を見てると思ったら緊張するし、あとカメラも歌ってない時でも抜かれるからさ、なんかもし仮にすっごいもう放送事故ってレベルの変顔を晒してしまっても、それがそのまま放送されてしまうと思ったら恥ずかしいじゃないですか。だから緊張する。あと写りとか、汗かきだからすぐメイクが落ちるので顔真っ赤になるから、写り大丈夫かなとか全部緊張する。いつもずっと見てしもてます。いつも見てくれてありがとう。これからは見てもろてありがとうございます。そうなんだよね、何でもバレちゃうよ、生誕祭の時。アーカイブ、アーカイブね、公開されてるから、ぜひ昨日の公演。バスの生誕いつあるかな、11月かな。お、グッズの発送、アクスタとかかな、新制服系かな、なんだ今は、猫ツアー、なんだ、あさって受け取る、よろしくお願いします。
よろしく。あ、ウェディングドレス？シャワーから出た。おわ、うらやましい。私はまだだよ、今日はお風呂。スルハさん、公演中何回泣いてた？わかんない、公演前から泣いてました。公演前にサプライズでケーキが出てきた時に泣いてて、でみちゅさんがタンプレ渡して泣いてて、手紙読んで泣いてて、なんかずっと泣いてましたね。防波堤、暗闇の防波堤の時に泣いてて、泣いてた、ずっと泣いてました。でもそれだけさ、それだけこの生誕祭を楽しみにしてたってことだよ、泣くってことは。涙が出るってことは感情が動いてるってことだからね。涙が出てないから感情が動いてないっていうのはまた違うけど、そことそこはイコールじゃないけど、難しいね。汗をかいたからイコール頑張ってるでもないし、汗かいてない人でも体質とかの人もいるから、全てがイコールになるわけじゃないんですけども、ね、涙涙、私も絶対泣くもん。ウェディングのアクスタ、恥ずかしいな。みんな大事にしてくださいね、アクスタ。パセもアクスタちゃんと自分のも飾ってるから。チャーン、チャーチャーチャーン。これ一番お気に入りの写り、2年前のパセ。2年前にしてはいい写りなんですよ。最近はね、やっぱ痩せたからってのもあるけど、写りが安定してきたんよ。でも研究生時代とかはなんかさ、年中ダイエットしてたのになぜか痩せなくって、写りがすっごい気に食わなかった時期もあったんですけど、最近はおすすめできます、自分のグッズを自信を持って。だからよかったらゲットしてください、いろいろと。最近の写りはね、こんな感じ、こういう系。そう、痩せるって大事だと思った。でも痩せすぎてなんかさ、こけてるってめっちゃ言われるんですよ。でもさ、写りで見たらそうでもないんだよね、難しい。ベストパセリ、なんだろうな、パセのベスト。でもこの時とか、これとか意外と、そうだよ、100円ショップでひな壇買ってね、アクスタ。私もね、今がベスト体重だと思ってる。あんまり減らしすぎるとフラフラするんですよ。だから今が多分ベストだと思います、きっと。痩せすぎても太りすぎても二重がなくなるの、私。むくむとさ、二重なくなるって言うじゃないですか。でも痩せすぎてもなぜか二重が消えるんですよ。だから今ベストです、二重がちゃんとあるから。何なんでしょうね、まあ、奥目だからね。ひげメガネさん、レインボースターありがとう。そうだ、痩せすぎると朝起きただけでふらつくよ、気をつけて。難しいね。そう、すぐ旅行に行っちゃうの、二重が。実家に帰らせていただきますって言ってね、すぐね、いなくなるから気をつけなきゃ。今くらいが一番いい、そう、今くらいが一番いいって言葉は一番難しいですね。痩せようと頑張って食事我慢して今ってことは、食べてしまうと太るし、食べなさすぎるとふらつくしで一番難しい。太りすぎてもふらつく、そうなの？それは経験したことがないかもしれん。なんでなんで？低血糖ってこと？低血糖。食べてもふらつきます。鉄分を取ろう。鉄分を取るんだ。疲れすぎると見えにならないですか？むくむとなります、見えに。
をドカ食いした後ふらつきます。絶対それは血圧が一気に上がって落ちたからだね。ピューピューになったから低血糖だか、もう体がびっくりしてる。わー違うか、心配。それは心配だよ。新幹線降りるとふらつきます。心配。みんなすっごいふらついてるじゃん普段から。でもわかる、ふらつくよね人生生きてたら。ご飯食べてるのにふらつくときあるよね。夏バテかな。山崎さんお疲れありがとう。ふらつくよな人生、ふらふらしてダメだよ人生。ふらついたらちゃんと推しメンと自分の進路はしっかり持ってもらって、ふらついたらいけません。ちゃんとそこは信念を持って貫き通すのです。いろんなところふらついてるとやれます。ふらついてますね。それは血糖値高めねえ、おもろい、おもろい、おもろい。ふら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 階段ね。階段登るよりは疲れちゃうよ。私はさ広島来た頃はなんか階段を使った方が健康っていう情報結構多いじゃん。だから広島来たら絶対にエレベーターとエスカレーターを控えて階段で登るぞと思って、あのそごうとかバスセンターの8階とかまで、そういうさ高層ビルみたいな広島多いじゃないですか、8階とかでも頑張って階段登ったりとかしてましたよ私も。なんかどっか行く時とか博多駅でなんか時間潰す時とかも階段なるべく使って頑張ってたし、うん、あの引っ越してきたばっかりの頃物干し竿を買うためにニトリとか行って、こうやってでっかい物干し竿を郵送せずにこうやって街中歩いて帰ってきたりとか、それ持って階段上り下りしたりとかしてました本当にね、あの一回やるって決めたらそれやらなきゃってなっちゃうから。こんばんは。やばいよね。やばすぎる。ふらふら階段しかない。3階まで階段は結構足腰も疲れちゃう。わっしょいわっしょいって運んでました。私ペットボトルとかもさネットで買わずに自分で2リットルとかを2本買ってスーパーから帰ってきたりするから、もう肩が取れそう。ずっとこうやってわっしょいわっしょいって言って帰ってきて、アイスもあるし急がなきゃ、急いで帰らなきゃアイス溶けちゃうよって言って帰ってます。まだ帰れま19。なんで19なの、帰れば10じゃなかったの今19時かと思ったら全然9時半とかだった、びっくり。5時ったのか、5時か。カズノシンさんとってありがとう。あっちゃさんお断りです。そうだよわーしょいわーしょい。これはネットで買いました、さすがにね。この本棚ねネットだよ。かわいいシナモンいるよ。なんかさイコラブさんとシナモンのコラボのコスメみたいに出るって見てびっくりびっくり。ジルスチュアートかな、すごい。ノイミーさんはねマイメロディーなんですよ。私ノイミーさん好きなんですけど、ノイミーさんマイメロディーとこの前武道館立ってて、でも私もさマイメロディーとライブしたことあるから実質共演してると思う。間接的に共演できました。
イエーイ。マイメロディ、あのスタイル抜群のサンリオにいるさ、マイメロディ足長いんですよ。手足長くて踊りがね一番うまいの。みんな見たことある？としろうさん、マイクありがとう。そう、マイメロディこの前ノエミーさんと武道館だってた。そう、マイメロ、この前私はあの闇バイト撲滅の SOS47 の活動で、あの警視庁のキャラクターいるじゃん、ピーポくんみたいないるじゃないですか、あのキャラクターと共演しました。7月にピーポくん刑事ドラマとかでたまに出てくるからさ、お本物だと思って、ね、7月お疲れ様ですよね。本当暑い中何とは言いませんがお疲れ様という気持ちで見ておりました。4、5キロ背負って帰ると、え、4、5キロはもう重すぎる。そりゃそうなの、レアでしょ、ピーポくんとの共演は。あっちあっち、他の地域の代表と絡むこと、え、あるかな、どうなんだろう。でも絡んでくれたら嬉しいって感じですよね、きっと推しメンが他にいるとでもなさそうな気もするけどね。でもあかりんさんとかよく他のアーティストさんとかと一緒にやられてるけど、私はどうだろうね。りゅうせいさんお疲れありがとう。ダンベル、え、マッチョ、マッチョなの。しんちゃんさん、マイクありがとう。みんな重たいもの持って歩いてんのか、えらいね、えらえら。ムキムキ。でも私アイス食べてる割にさ、二の腕に肉つかないなって思う、食べてる割には。私もレッスン着ノースリーブにしようかななんかわかるんですよね、袖が鬱陶しくなる気持ちもわかるんです。でもやっぱさ、袖があった方が安心というかさ、みんな袖ある服着てるし、ねえねえノースリーブたまにあのプライベートとかでは着るけど、着るけど、これも切ったらノースリーブだ。ピョーン。でも筋肉ない。私一時期さ筋トレしとったよ、二の腕の。こうやって手組んでこうやってやるやつとかやってたんですよ。でもね、やめちゃったんよ。やっとけばよかったな。継続しとけばよかった。2年ぐらい前筋トレにハマってて、ずっと足とかお尻とか腕とかこう。ストレッチ感覚のなんか YouTube とか見ながらやるタイプのやつやってたんですけど、やめてしまった去年の春か梅雨ぐらいまでしとったんやけど、夏から PR 舞台のレッスンとかで動くからもう動いたしいっかと思って、今日はもう眠いわと思って寝てて終わった、習慣が終わりました。効果あったよ、やっぱりね、お尻とかもね鍛えた方がいいなって思ったし、最近見た YouTube のねモデルの方の筋トレ方法みたいなやつも、なんかお尻を鍛えると背筋が伸びますみたいな言ってました。お尻の筋肉は大きいからそこを鍛えることで足もバランス良くなりますみたいな言ってて、ほう大事だねって思った。でもね大変
だってさ、疲れて帰ってくるじゃん、毎日みんな働いたりとか、いろいろ人生に疲れて帰ってきてさ、家でまた筋トレしようってなったとしても、それを継続するとなると結構な根性が必要だし、筋トレが趣味にならないとね、いけないから、なかなか。え、見てる、タンプレ紹介始まった。今ノアピの紹介してる。ノアピからね、ゼリーもらったらしい。お尻、筋肉、人生には常に疲れております。お疲れ様。公演見てどうだったかい。声見て疲れは吹っ飛んだかい。いやーいやー、何度やっても続かないです。じゃあもうやらないでいいってことだよ。それは無理に続けたらお金だけ飛んでくもん。ジムとか契約していかないって人多いって言うじゃん。なんだっけ、え、ショールームのコメントだっけ、YouTube なんかで見たけどさ、ジムとかはさ行かない人が多いから、それでジムの方はありがたいみたいな、それはそれでありがたい、別に行かなくても年会費とか払ってるからみたいな、なんかで見たんですよ。だそれは悔しいなと思って、それだったら行かなきゃ。そうなんで、私もジムとか行ってみたい気持ちあるけどさ、続く自信ないから行ってない。リコチとかずっと続いてますもんね、ジム。すごいよ。そうなんで、ウォーキングとかはね、年会費いらないからめっちゃいいんだよ。景色もいろいろ見れるし。そうなんよ。チョコザップ、え、チョコザップ最近あちこちで見かける。広島にもできたよね、チョコザップ、本通りんとこ。チョコザップってチョコチップみたいで美味しそう。ムキムキ、筋トレ代わり、畑はもう大変、あれはもう筋トレ。お腹すいちゃう、夜ご飯食べてないよ今日昼にオートミール食べてから、夕方にアイス食べたけど。チョコザップ、え、チョコザップっていうなんかありそうじゃない？プロテインバーの名前、チョコザップ、ジムの名前よ、チェーン店あれは。食べたい、お腹すいた。あとなんだっけ、よく見るやつ、エニタイムフィットネス、よく見ません？街中で。どこの県に行ってもあるくない？エニタイムフィットネス。めっちゃ多い。佐賀にも長崎にも多かったけど、この前違う地域でも見かけて、ここにもあるの？と思ってびっくりした。ジムバッジ、欲しいね、ジムバッジ。ポケモンだ。ジムバッジ。そしたら通いますか。咲山チョコジロー。美味しいよね、咲山チョコジロー。しかも分厚いし、1個が。噛み応えがあって、めっちゃお腹に満足感を与えてくれるし、美味しいし、最高。エニタイム、近くに2つもある。やっぱ人気だからいっぱいできるのかな。えっさほいっさえっさほいっさ。私さ、バイト探してる時にジムのね、受付みたいなバイトを募集してたから行ったことがあるよ。面接まで行って落ちた。落ちました。落ちちゃったよね。っていう入る前、いろいろバイトとかしなきゃなって
遠征費とかためなきゃなとか思って受けたけど落ちましたね。あれ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 、そうなの、オーディションも落ちるわ、バイトも落ちるわ。でも違うやつバイトとかいろいろしたけど、やっぱバイト経験大事だと思うね。バイト経験、特に接客業をしたことがあるかどうか本当に大事だよね。みんななんかさ、店員さんとかにすっごい態度取る人とか見たら、ああ自分はこういうことをされたら嫌だなって気持ちでやらない人間に育ててよかったって思う。本当に大事だと思う。土日入れますって言った、うん言ったよ土日入れますの人は大事だよね、バイトの時ね。え、そうだよ。だってさ、店員さんとかになんか指図するみたいな、もう強そうな態度とかの方たまに街中とかでいるけどさ、そんなやめたって。お客様は神様って言うけど、それは店員さんが心で思うことだって、そのお客さん側が思うことではないよってなる。よくないよ。ね、悲しい気持ちになるよね。あ、確かに駅員さんとかね。そうだよ、駅員さんだって人間なんだからさ、なんか電車が遅れたりして駅員さんに文句言ったところで何も変わらないから、それを対応してくれたありがとうの気持ちでいた方がいいよね。そうだよ、駅員さんがさ電車を止めてるわけじゃないんだからね。みんなもそういう人間でいてください。許した、偉いね、優しい心大事よ。そうだ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 。え、そうだよ。でもさ、わかる、短気になるというかさ、心に余裕がある時とない時の差ってさ、やっぱ出るじゃん、人それぞれ。難しいよね、常に同じ。難しいよ、だって落ち込むことが続いて何かドーンってことがあったら、もうそこはもう怒っちゃうけどさ、わーって爆発しちゃってわーってなるけど、ここしか見てない人はさ、わ、この人ってなんて心が狭いんだと思うかもしれない。きっと何かが続いたんだよ。確かに駅員さんどうやって帰ってんの、終電の後泊まり込みとか、夜の9時から朝の担当とかなので、朝帰るみたいなの、それとも近所に住んどるの。ああ、宿泊してるの、大変だ。泊まりなのか。そう、想像力大事だ。でも想像力足りない時私もある。発言、あの発言良くなかったなとか思うし、今もなんか良くなかったかもしれんと思いながら喋ってるから難しい。ふんってしてたらダメ。こんばんは。もう10時になったらピッて終わって、ピッてお風呂入って、今日こそ頑張ってねよ。始発に備えた仮眠です。わ、そうか。ゆっ
くりは寝れないよね。神経研ぎ澄まして寝なきゃ。たくさんの人が働いてくれているおかげで今日も生きている。そうなんだよね。言葉、方言とかでさ、なんか方言というか地元ではこの言葉よく使うけど、なんかよく考えたら失礼だなみたいな、でかいとか、なんか方言なのかわかんないけど、そういう感じのあるじゃん。大きいではなくてでかいって言うみたいな、そういうやつあるじゃん。え、方言って難しい。あ、偉いは賢いっていう意味みたいな。広島弁偉いって言うよね。頭が偉いっていうのは賢いっていう意味らしい。ヨナアナが教えてくれたんだよね。偉い。こんばんは。でも聞いたことなかった。偉い、そう、賢いっていう意味なんだって。香川ではしんどいって意味。え、あ、偉い大変ってこと？偉い、え、私は偉いは偉いこっちゃの偉い。え、しんどいなの。そうなの？山口はどっちも使う。難しい。え、みんな日本でもこんなに意味が違うと大変だよ。しんどいの最上級。最上級なの？あ、えらいこっちゃってこと？へえ、そうなのか。私はえらいわ。えらいねーっていうえらいえらいえらい、よしよしのえらいとか、えらいこっちゃとか。でも賢いは広島に来て初めて知った。片付けること直すって言うよ。ランドセルを払う、物を直す、直す、収納する、直す。あのコン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 、あのなんていうの、修繕作業、なんていうんですか、修復作業も直すって言うけど、物を収納することも直すっていう。払うは背負うってこと、背負う。ランドセルを払う、リュックを払う。って言います。かしこ、かしこまりました。かしこ、え、それ聞いたことある。え、それなんかどっかで聞いたことある。芸人さんなんだ。え、なんか聞いたことあるよ。かしこ、傘直そう。え、そうだよ、言われた。私もショールームで言われたと思う。私何かを直すって言ったら、直すって何とか、払うって言ったら、払うって何って言われて、それで気づいた、自分の方言に。ギンタ、そういうギンタは言うよ。タンス直してって言われたら、洗濯物タンス直してって言われたら、洗濯物をタンスの中に入れるってことだよ。あ、ひみこさんは、あ、かしこ、かしこまりました。かしこね、懐かしい。懐かしい。かしこ、あと私の地元佐賀かな、おばあちゃんが佐賀なんですけど、あのみんなはさ、あのワイワーって言うじゃん。みんなワイがみたいな、ワイの推しメンとか言うじゃないですか。でも私のおばあちゃんとかは、ワイはあなたで、おいが自分だから、最初逆だから、逆だったからびっくりして、えって、おい、ワイだけど、みんなワイって言うじゃん。言う、これはワイ。正反対の意味だった。おいどんは言わないな。鹿児島の人は言うのかな、どうだろう。
私の地域は言わないの。わい。わーい。だからおばあちゃんが、なんかおばあちゃんとかもさ、私とか孫とかに喋るときはそんなおいとか言わないんですよ。でもおばあちゃんの兄弟同士とかで喋ってるの聞くと、やっぱ方言がすごい強いから、おいがみたいな言っとんのを聞いて、おお方言ってなった。割れ、え、割れってなんか、え、なんかちょっと怒るときに言いそう。割れ、わいわいわい、わいわいわい。確かに自分さって言う人いるよね。自分いるわ。え、22時になった。終わろう。終わります皆さん。パセちゃん。そんじゃお風呂の準備しつつ、ソラさんの配信見とこ。プレゼント紹介してるか。みんなも。まだ眠れないよって人がいたら、ソラハさんの、シノのソラハさんのプレゼント紹介配信を覗くのもありだと思います。紹介するねって言われたから多分出てくるのかな、分からんけど、ありがとう見てくれて。配信今日は朝、夕方、夜配信、そして下北 FM と4本立てでお送りしました。明日もまた見てくださいね。じゃんけんぽ。そんじゃおやすみなさい。壇上見ます。壇上読んじゃう。13位ノクさん、12位トシローさん、11位福ちゃん、10位コウジさん、9位カズさん、8位ジロくん、7位しんちゃんさん、6位陣内さん、5位ともっちたん、4位山崎さん、3位わわうさん、にあっちゃさん、1位かずのしんさん、ありがとうございました。皆さん木曜日お疲れ様です。明日祝日の方はお休みだよって人はゆっくり休んで、お仕事ですって方は頑張りましょう、共に。それじゃあまた明日、ありがとうございました。バイバイ。